はい、皆さんこんにちは、イケシンです。今日の動画はいつもの登山の様子ではなくって、僕がね、最近の登山で気に入って着用しているベースレイヤー、これの紹介をしたいと思います。で、そもそもそのベースレイヤーって何かっていうのをちょっとね、簡単に説明すると、登山の時にね、一番下に着るウェアということになります。肌着ですね。平たく言うと肌着ということになります。最近ではね、こうメッシュ素材のドライレイヤーっていうのを着ることもだいぶ普及はしてきたんですけど、やっぱり基本はね、このベースレイヤー、これを一番下に着ることになります。そしてその上にね、中間着、ミッドレイヤー、最近ではインサレーションとかいうのかな、を重ねて着たり、で、風がある日なんかはアウターシェルですね、これを着て冬の寒さに対応するレイヤリングをやることになります。で、登山とかアウトドア、これをする時のベースレイヤーに求められる一番の機能としてはね、やっぱり汗を速やかに吸い上げてくれる、そして肌から離してくれるっていうのが大事かというふうに思います。冬みたいにね、寒い季節でも体を動かせば汗をかきますからね、その汗を吸い上げる、これは一番大事なことかなと思います。そしてしっかりとした保温性があるということですね。これによって汗による冷たさ、汗冷えとか言いますけどね、これを防いでくれるというわけです。寒い冬にはやっぱりベースレイヤー大事ということです。そんなわけでね、冬の登山においてはこの寒さから身を守るということで、ベースレイヤー、基本中の基本ですからね、しっかりと信頼できるものを選択しておきたい、そういうアイテムになります。そしてこのベースレイヤーの素材なんですけど、やっぱりポリエステルみたいな化繊ですね、これがあるし、あとウール系ですね、これが、アウトドアでは多いです。で、特に最近はね、高品質なメリノウールっていうものを使われたものが多いという感じです。で、このウールに関してはね、抗菌作用もあるので、汗をかいてもね、匂いをちょっと出しにくい、抑えてくれるというありがたい効果も備えています。僕自身ね、今までもずっとベースレイヤーはメリノウールっていうのを着ていました。これね、某有名メーカーのやつなんですけど、見ての通りね、こんな穴だらけなんですよね。で、うちの奥さんからもね、もういい加減このボロシャツ捨てればって言われてたんですけど、こういう穴なんかも含めてね、僕にとっては大切な思い出だったので、なかなか捨てられずにいたわけです。この穴もね、思い出ですからね。このベースレイヤー、穴ぼこでね、捨てるかどうかどうしようかなと思っていたところで、今からね、紹介するサーモウェーブっていうメーカーさん、こちらからね、ベースレイヤーのレビューをしませんかと声をね、かけていただいて、あ、これは渡りに船、何か縁があるなと思って、柄にもなくね、初めての案件ということでレビューさせてもらっているというわけです。この後紹介するサーモウェーブのベースレイヤーなんですけど、これもね、メリノウールでできています。で、僕がね、12月、1月、ずっとこのベースレイヤーを着て山に行ってたんですけど、これがね、いいです。なかなか快適に過ごせます。で、九州のね、冬山、そんなにね、めちゃめちゃ寒いっていう日にはちょっと当たってないんですけど、快適に過ごせました。なんでね、ベースレイヤー買い替えようかなとか、いいのないかなと、もしお探しの方いらっしゃったらね、選択肢の一つに入れてみてはどうかなと思います。ほんとね、忖度抜きでおすすめできるベースレイヤーでした。今回はね、メーカーさんのご好意で購入時に 10% 割引のクーポンコードっていうのを発行していただいています。で、この動画のおしまいにはね、実際にこうパソコンで購入する時の流れ、これを実演しながら紹介したいなと思いますので、よろしかったらね、最後までご覧いただければなと思います。それを見ればね、初めてネットで購入する方も大丈夫かなと思いますので、よろしかったら参考にしてみてください。そんなわけでね、サーモウェーブっていうブランドのベースレイヤー、今回紹介することになったんですけど、僕自身ね、サーモウェーブっていう名前を初めて耳にしたので、どんなメーカーなんだろうなと、変なメーカーだったらちょっと紹介したくないしなっていうんで、いろいろね、インターネットなんか使って調べてみました。で、いろいろね、ちゃんとしたメーカーだなっていうのが分かったので、今回紹介に至るわけですけど、ちょっとね、どんなところがあるか書き出したんでね、読み上げてみますね。まずね、メーカーがあるのは、北欧のリトアニアという国ですね。バルト三国っていううちの、多分一番地図でいうところの下になるのかな。で、メーカーとしてはね、92、3年続くメーカー、かなり老舗の肌着メーカーですね。そんなにね、長く続いてるのに、なんで今までね、皆さんに知られてないかっていうと、どうもね、家族経営でこじんまりとやってたということで、なかなかね、ワールドワイドには販路ができてなかったということみたいですね。そこで今回、2021年後半に、日本の代理店ができて、日本でもこれからドンと拡大していこうというふうにしているみたいです。僕もね、そのちょっとでもお力添えになればいいなと思います。で、生産自体はね、ヨーロッパで行われているということですね。メリノウールなので、
まあ、羊から取れるわけですよね。このメーカーの取り組みとして、このウールの、ね、品質にもちゃんとこだわった、信頼できるものを使ってるし、そのウールの元になる羊の、ね、管理にもちゃんと気を使って、まあ、羊にもストレスがかからないとかね、そういったところも細かく配慮されているメーカーさんみたいです。そんな感じでね、調べてみると、まあ、メーカーさんもね、しっかりしているし、まあ、何よりね、僕自身実際に自分で着てみていい商品だったので、まあ、自信を持っておすすめできるかなというふうに思います。それではね、早速ですけど、そのベースレイヤー見ていきましょう。まあ、パッと見ね、黒っぽい色味になります。で、このサームウェーブにはね、大きくカテゴリーが3つあるみたいなんですけど、僕の場合登山トレッキングということで、3つのうちのね、メリノエクストリームというカテゴリー、この中からロングスリーブシャツ、あとロングパンツという形で上下ですね、セットで送っていただきました。それが入っていたのがね、こういう箱になります。結構ね、しっかりとした箱ですね。裏を見るとね、わかるかな、メイドインヨーロッパというふうに書かれています。まずね、全体の色味としてはこの黒っぽい感じ、色はね、この一色だけというふうになります。で、このメリノエクストリームは、メリノウールと化学繊維、これを組み合わせた2層構造になっています。で、このね、内側の肌に接する面、これちょっと色がね、グレーになってますけど、これは機能性ポリエステル 100%、まあ、速やかに汗を吸い上げてくれて最適な水分管理を行うということです。で、外側ですね、これがまあ黒っぽい方ですけど、メリノウール 80%、 ポリアミド 20%、まあ、肌から、吸い上げた汗をしっかりと放出してくれて、保温性と抗菌性を備えているという素材になります。まあ、抗菌性もあるんでね、汗の匂いもね、抑えてくれるという形になります。で、これはね、ロングパンツの方も素材は同じですね。内側がポリエステル 100% のグレー、外がこの黒っぽいやつという形になります。そしてパッと見黒っぽいんですけど、近くに寄るとわかるかな、全面的にね、サーモウェーブのロゴマーク、これがあしらわれているという形になります。で、肌触りはね、すごくサラサラして、しっとりサラサラっていう感じですね。チクチクするような感じは一切ないです。で、まあ、さっきも見ていただいたこの内側はグレーでポリエステルですね。これで、まあ、しっかりと汗を吸い上げてくれる。で、いかにも内と外で生地が違う2層構造になっているということが見てわかります。そしてね、作りを見ると、まあ、ロングスリーブシャツですので長袖という形になります。首周りですね、これモックネックっていうんですかね、若干ね、2センチぐらいのハイネックっていう感じになります。で、左袖にはね、わかりますかね、サーモウェーブというこれね、刺繍が入っています。結構ね、高級感がある。そしてね、何より嬉しいのが、これ見てわかりますかね、背中側の方がね、少し長いんですよね。こういう風にね、背中が長くなってるので、こう腰をね、しゃがめたり、こう曲げ伸ばししても背中がね、こう露出することがないんで、ひんやりするということもないようです。これはね、ちょっとありがたい作りかなと思います。で、次にね、ロングパンツですけど、まあ、いわゆる普通のタイツ、レギンスという形になっています。で、ウエストのね、ゴムの部分にはこのサーモウェーブのロゴがぐるっと編み込まれていて、一番背中の部分にね、ロゴマークがついているという形です。裾はね、少しこう折り返してある、こういう形になります。で、フロント部分はね、前開きではありませんので、ここはね、ご了承ください。まあ、いわゆる普通のロングパンツかなという形になります。それではね、実際に山で着た感じを撮影してますので、ちょっとそちらをご覧ください。と言ってもね、なぜベースレイヤーなんで、上にね、アウターなんか着ちゃって、実際着ている姿はあんまり見えないんですけどね、まあ、おじさんがね、感想なんか述べてると思いますので、そちらの方ちょっと見てみましょう。どうぞ。今日はね、長崎の里山、低山を、ね、歩いてるんですけど、気温が10度ぐらいですね、あります。で、今着ているのがサーモウェーブのメリノエクストリーム、これをね、着ています。で、これね、まあ、気温が10度くらいあるんで、まあ、厳冬期というにはちょっとね、ふさわしくない環境ではあるんですけど、すごく快適ですね。で、今登りをね、結構ハイペースに登ってきたんで、汗をね、かなりかいたんですけど、しっかり汗を吸ってね、肌から離して、外にね、放出してくれてるみたいなので、全くストレスは感じないですね。暑いとか冷たい寒いっていうのは感じないし、こう濡れてる感じもね、全くないですね。
はい、見てわかる通りね、今日は雪の状態の山に来ています。で、風はねそんなにないんで寒くないんですけど、今着ているのはサーモンウェーブのメリノエクストリーム、これと上にね、ミッドレイヤー、これを1枚羽織っている2枚重ねという状態です。でね、まあ、風もないんでウィンドブレーカー必要ないし、これでねめちゃくちゃ快適に歩きました。もう暑さも寒さも感じないという感じでね、ストレスフリーですね。さあ今日僕ね、九十連山にやってきてるんですけど、今朝の9時前で、気温がねマイナス1度で、今着てるのはね一番下にベースレイヤーのあのサーモウェーブのメリノエクストリームで、一応ねスタート時まだ体温まってなかったんで、これね薄いフリース、これを着ています。でその上ねちょっと風があったんで、このパタゴニアのペラペラのねウィンドブレーカーを羽織ってるという感じです。で30分ぐらいね歩いてきたんですけど、もう体も温まってきて風もなくなったんでね、ウィンドブレーカーこれはね脱いでもいいかなと、そういう感じです。ベースレイヤーね結構汗も今かいもうかいちゃったんですけど、結構ね快適でサラサラした感じですね。寒さ暑さも感じないという感じですね。快適。上のねウィンドブレーカーを脱いで、今ねサーモウェーブのこのメリノエクストリームとこのペラペラのフリースね、これ2枚なんですけど、今ねちょうどいいぐらいですね。で気温がね今1度2度ぐらいですかね。でお日様がね差してきて、この後暑くなると思うんで、ひょっとしたらこのねフリースも脱いじゃうかもしれないですね。今のところねこの2枚で快適に歩けてます。バッチリ。はい、こんな感じでね、ここ最近の僕の登山ではずっとこのサーモエクストリームを上下着てるっていうのが一番多いパターンですね。まだねそんなに厳冬期めちゃめちゃ寒いっていう季節にね今年なってないんでね、そこのところがちょっと残念なところではあるんですけど、まあね気温が0度ちょっと下回るぐらいの参考ですねでは最適。金泉寺の山小屋に泊まりに行ったんですけど、その時もねずっと1日通してというか2日間にわたって上下で着てたんですけど、これまた快適でした。そんな感じでね、九州の山でもこのメリノエクストリーム快適に着こなせますので、皆さんにお勧めしたいと思います。グッドでした。まあね、暑さ寒さのことなんで、これ個人差があるんでね何とも言えないところなんですけど、僕はね結構暑がりで汗かき、まあ、寒さにもそんなに強くはないというのが僕の感覚なんですけど、まあ、正直言ってねこのベースレイヤーなかなかいいなと思いました。で結構ねあのハイペースでわざと歩いて汗をかいてみて、山のね風に吹かれたりっていうのもしたんですけど、全然ね汗びえとか感じなかったし、冷たいなっていうのも思いませんでした。ちょっとね変な言い方になるかもしれないんですけど、まあ暖かくもなく冷たくもなく、言われなければ何も感じない、意識しないでいいっていう感じですね。ウェアに関してねいろいろ余計なことを考えるストレスがないっていう感じで、すごくいいなと思いました。まあ、ちょっとねここ表現難しいところなんですけど、まあベースレイヤーとしてはめちゃめちゃね信頼できると思います。そういうわけでかなりおすすめのねベースレイヤーサームエクストリームなんですけど、一つだけ問題があります。それがね何かというとサイズ感ですね。サイズ感で、僕ね身長が172センチで体重が70キロで、パッと見スラッと細身に見えるんだけど、お腹はポッコリというね、まあ、典型的な日本人の体型です。そんな僕の体格でね172センチで今回着用させてもらったのが S サイズなんですよ。でこのねサーモウェーブサイズ展開がね一番ちっちゃいのが S で、一番でっかいのが 3L かなになってるんですけど、メーカーさんのねこのサイズ適合表を見ると S サイズの適合身長がね176センチなんですよ。なのでねこの172センチの僕が着ると若干ね首元が緩かったり、気持ち袖が長いかなというのを感じました。なんでね僕より体格がね、小柄な方にとってはちょっとダブつくんじゃないかなということで、そのねサイズ感だけ残念だなと思います。ここはねメーカーさんにもぜひお願いしたい。あとね1サイズ2サイズぐらいまでねダウンサイズしてくれるとすごくね日本人の方も選びやすいんじゃないかなというふうに思います。でちなみにねこれ、僕はね当然男性用を着たんですけど、レディース用もあります。でレディース用だとちっちゃいのがね XS からちっちゃいのがあるんですけど、そのね女性用の一番ちっちゃいのでも適合表を見るとね身長は165センチになってました。はいということでね、このリトアニアっていう国、北欧の国なんでね、まあ、男性のみならず女性もでかい人が多いんだろうなと、巨人王国なんだろうなと思います。メーカーさんねぜひとも2サイズぐらいちっちゃいのを作ってくれると、このね日本の方もたくさん着用してくれると思いますので、ぜひとも検討お願いします。
はい、というわけでね、今回はサームウェーブ社のメリノエクストリーム、これを紹介したんですけど、いかがだったでしょうか。僕にとってはね、なんと初めての案件動画という風になりました。で、この後にね、実際にパソコンで購入する時の様子を簡単なね、説明動画みたいな形で作ってますので、よろしかったらそちらも見てください。で、今回ね、メーカーさんのご好意で 10% 安く買えるね、クーポンコードっていうのを出していただいてますので、そちらの入力の方法なんかも説明しています。はい、ほんとね、まあしつこいようですけど、このメリノエクストリーム、九州の山でもね、快適に着こなせる一着となってますので、ベースレイヤーお探しの方ね、よろしかったらこの機会にご検討ください。それではね、今回の動画以上でおしまいになります。今回もご視聴いただいてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。今日はここまでです。さようなら。これね、ほんと僕のお気に入りです。はい、それではね、サーモンウェーブお得なお買い物の方法ということで紹介しましょう。今回ね、僕のこの動画の下の方にの説明欄にね、ショップの URL をつけていますので、ここをクリックするとショップに進みます。そしてね、この 10% 割引クーポンコードというのがありますので、今回僕の場合はこのイケシンという7文字ですね、これをまあコピーしておくか覚えておいていただけると、買い物の時にね 10% お安くなるというわけです。それじゃあショップの方へ進みましょう。ここをクリックです。カチッ。それではサームウェーブのページが立ち上がりましたね。これがメインページになります。で、ショップを見る、こことね、ここにもショップを見るってあります。まあどちらからでもいいので、ここから入っていくといった形になります。じゃあ見てみましょう。はい、これを開くとラインナップがずらーっと並びますが、今回僕が紹介しているのがここにありますね、メンズメリノエクストリームロングスリーブシャツと、ロングパンツ、こちらになります。で、一応ね、レディース、ウーマンサイズ、こちらにありますので、女性の方はね、こちらの方を参照されてみてください。はい、それではね、このロングシャツ見てみましょう。カチッ。はい、で、こういうふうに開くんですけど、まず、お値段がね、もともとは8990円というお値段になっています。で、カラー、一応選択するようになってるんですけど、今のところね、カラー設定はブラックのみです。これを選択します。で、次に、サイズですね。サイズは、まあ、ちょっと順番はうまく並んでないですけど、L から L、あ、S、M、L、XL といった形になります。で、一番ちっちゃいのがね、S です。で、僕はね、173センチですけど、この S を選択します。はい。そして、まあ、数量は1ですね。で、これで買い物カゴに追加。これを押します。はい。すると、右上の方に出ましたね。買い物カゴに追加しました。はい、そして、仮にこれでお買い物が終わりであれば、上の方にね、このカートがありますので、これから購入手続きへ進みます。で、購入手続きに進みますと、まずね、この一番上に、クーポンコードを入れるところがありますので、このクリックヒアトゥーっていうところを押します。そしてこの出てきた空欄に、先ほど言ったね、半角小文字英語です。イケシン。これを入れます。そして、このね、なんとかっていうボタンを押すと、あ、ここにね、クーポンコードすでに適用済みですと出てますけど、皆さんが押すと、適用されましたというふうに出ることになります。そして、右の方を見ると、お買い物情報ですね。ロングスリーブシャツ8990円ですけど、クーポンが効いてマイナス899円といった形になっています。あとね、こちらの方にお名前だったり、まあ、会社はいらないんで、まあ、お届け先とかここら辺を情報を入れます。そしてお支払いの方法と入れて注文すると、注文が完了するといった形になります。一応こういう流れでお買い物ができるわけですね。ぜひお試しください。はい、ということでね、簡単ではありますけど、お買い物の方法でした。ネットでのね、ショッピングに慣れてない方も、よろしかったらこの機会に試されてはいかがでしょうか。なかなかね、サムウェーブ、信頼を受ける会社でいい製品でしたので、紹介しました。よろしくお願いします。